皆さんこんにちは、梅坊の塩野拓也です。どうもありがとうございます。今日はですね、梅坊のテックスケース商談どんてん返しについてちょっとお話ししたいと思います。さあまずですね、今回の見どころなんですけども、かつてないスケールの世界観を梅坊が作るということです。劇場はですね、まず中野での大ホールと東京ですけど、新国立劇場の中劇場ですので、今まで以上に広い舞台、広い客席、これをどう描いていくかということを考えまして、サイバーパンクと和が融合するという、ね、SF 対策となっております。こちらの世界観をまずは浴びに来ていただければと思っております。そして世界観を支えるもう魅力的なキャストがいっぱいいますので、はい、特に僕の一押しは鳥越優美です。彼はですね、第4回の公演から梅坊をずっと見てきてくれてるキャストなんです。いつ僕は呼んでくれるんですかっていう話なども、ありまして、今回念願かなってこのスケールで彼が出演してくれるということになりましたので、ところしました暴れ回っていただこうと思います。梅坊の魅力ですけども、セリフを使わないことだったりとか、いろんなものから逆にお客様から情報を排除することによって、お客様の頭の中をかき乱す、そういった演劇、そういったエンターテインメントを作る唯一無二の手段だと思ってますので、ぜひこれもまずは劇場に来ていただいて、試しに、浴びてみていただいて、なるほどこういうことか、面白いと思っていただければと思いますので、はい、ぜひライブでも楽しんでいただければと思っております。テックスケースショーダウン、どんてん返し、割と梅坊、身体をかけての大きな挑戦となってます。しっかりハードル上げて楽しみにしていただければと思います。梅坊の塩野拓也でした。